今週も始まりました。今週のすごかったもの熱が持ってたラジオ、もみちゃんずです。すごです、はい、はい、ちょっとね、始まる前に、はい、ちょっとね、ちょっとね、足を突っ張りと、はい、先週さ、あのさ、つおこがさ、はい、3個お話ししてたじゃん、はい、で、オトタクシーさ、はい、見たよ。全部見ました。全部見た。 あっちまでやったでしょ、うん、ていうか、もう本当に久々にあのこの自分の意思ではもうどうにもできない、この誰か止めてっていうぐらいもうずっと見てた、はい、もう止まらなかったでしょ、うん、あれです、はい、なんであれ別になんか言えないじゃないですか、これをなんかね、ここがこうじゃなくて普通にね、見た人と、うん、あ、こう面白かったとか、ね、いやでもすっごい面白かった。いや面白いです、あれも結構もう、うん、はい、本当になんかつうこがわざわざさ、アマプラ契約して見たじゃん。あ、そうです、はい、見ました。もうそれなるなります、あれは、うん、普通にも面白い。ぜひちょっと見てほしいです、あれ。はい、ぜひちょっとね。ぜひぜひ、まだ見てない方は見てみてください。はい。はい、ということで、はい、今週私なんですけど。いろいろあった上でね。そうだね、いろいろあったから。はい。あのね、映画をさ、見に行ったのよ。あ、映画ですか？はい。うん。あのね、サマーフィルムに乗ってっていう映画。はい。サマーフィルムに乗ってっていう映画。実写ですか？はい、そうなんですよ。実写で？はい。で、それをもともと見るきっかけになったのが、あの映像研のさ、作者の小原さんが、はい、そのサマーフィルムに乗っての、なんかこの、なんだろうな、インタビュー、3人でインタビューみたいなのがネットに載ってたの。この出演してたこと、監督のこと、大原さんがしてるっていうので、で、なぜその大原さんが急にそこに呼ばれたかというと、はい、そのサマーフィルムに乗ってっていう映画自体が、はい、ちょっとこの映像研にも近い。あ、なるほど、はい、っていうことで急遽呼ばれて、はい、でこのお話座談会みたいなのしたっていうのがきっかけ で、はいはいはい、ですごい興味を持って行ってきたんだけど、はい、あのね、内容としては女の子3人、あれ、はい、そう、女の子3人が映画を作るっていう、まあ、ほぼ一緒じゃないですか。映像系だって女の子3人でアニメ作るんですよね。そう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 、はい、っていうやつなんだけど、はい、でそのね、主人公の女の子、裸足っていう子が、はい、その時代劇がすごい好きで、はい、でそのなんか学校のこの映画部みたいなところに入ってるんだけど、はい、で映画部で映画を作るぞ、文化祭に向けて映画を作るぞってなったんだけど、はい、その作る内容が本当になんかもう青春ラブコメみたいな感じの、ね、そのみんなで作るってなったから、はい、もうずっと、はい、くそこんなのみたいな、はいはいはい、なってて、で自分で映画を作るってなるっていうお話なんだけど、はいはい、そのね、なんかこの3人が言ったら学校の近くにこのね、車とかなんかこの廃車、はいはいはい、廃車になってる車の中を秘密基地みたいにしてて、はい、でそこでなんかこの毎日映画とかをみんなで見たりする中なのよ、まずこの3人が、はいはい、3人は、はい、そうで、だからちょっと多分学校のヒエラルキーで言うとちょっと下の、ちょっとパッとしなみな子たちなんだけど、はい、で、ね、どこまで言っていいやつかな、確かにね、あのね、わかんないです、3人が映画を撮る、はい、っていう話、はい、でこの中で特に2人がその裸足ちゃんともう1人ブルーハワイって子が時代劇がすごい好きなのね、はいはい、で時代劇だから撮りたいってなるんだけど、はい、裸足ちゃんは脚本が書ける子なのね、はい、なんだけどなんかこのそれに合った主人公にすごい合う子がいないから撮れない、なるほど、はいはいはい、そしたら未来から男の子がタイムスリップしてきて、うん、で裸足ちゃんがこの子だってなって、はい、でその子で時代劇を撮るっていう、はい、急に SF になってますよ、話なんで、そう、はい、だからこれはあのね、 SF、 時代劇、青春、あとラブコメとかがもう全部入ってる、すごっ、そう、はい、ですごくて、それ2時間ぐらいの映画ですよね、ね、97分ぐらい、ちょっと短めやろ、短めで、だからすっごいテンポが良くて、なるほど、いいですね、はいはい、で、なんかね、もう前はあのなんだろうな、いいものを見た時になる感覚はあるんだけど、はい、まあ、何個かある中でさ、1個はまあもう感動しすぎて泣くとか、よく泣くから泣くとか、はいはい、あとはもうテンションすごい上がる、はい、でもう1つにめちゃくちゃ悔しくなるっていうのがあって、あ、なるほど、はいはいはい、なんか人の単独とか単独ライブとか行っても結構なるんだけど、はいはい、なんかその発想なかったとか、はいはいはい、あとはこれを見に行った時になったのは、わ、こんな面白いものに携わってないのか、めちゃくちゃ悔しいってなってはいはい、はい、でそれぐらい面白かったの、悔しくなるほど、悔しい、めっちゃ悔しい、あんまり確かに映画とかでならないかもしれないですね、うん、それなんかね、その出演者の子たち、その学生さんやってる子たちも、はい、みんなめちゃくちゃ良くて、はい、で後々分かったんだけど、この主人公の裸足ちゃんが、はい、ま、すっごいいいの、とにかくまず裸足ちゃんがすごく良くて、はいはい、なんかちょっとこのなんだろうな、やっぱ
時代劇オタクだからなんかちょっとこうオタクっぽい動きとかをすごくするんだけど、すごく細かな動きが良くて、はい、でこの子は元乃木坂の子だったの、はい、でもそれはもう本当に後々見終わってはすごいあの子良かったなってなって調べて分かったから、全然そこから入ったとかじゃないんだけど、なるほど、そうで、あとの2人の子もすっごい良くて、いいであとそれを取り巻く他の男の子たちも、なんかもうなんだろうな、この表情がすごく良くて演技もすごく良くて、はい、だからもう本当ずっと見てられる。でもまあ、しかも90分でしょ、うん、あっちゅうまじゃないですか。超あっちゅうまよ本当に。知らないさその映画。いやちょっと本当見てほしい。なんかね、夏のこの学生時代の、はい、なんかなんだろうな、モミとか特にそんなにこのきらびやかな、はい、イエイイエイっていう学生時代じゃなかったから、でもなんか高校の時とかはなんかね演劇やってる子がいたのね、はい、なんかその学校と関係ないとか、はいはい、その子がすごい一番仲良かったんだけど。はい、その子と本当になんかいつも休み時間とか集まって、はい、なんかあの小説が良かったとか、あのなんか芝居を見たみたいな話ずっとしてて、はいはい、そんな感じをすごく思い出させられる、はい、この自分たちのその世界があったじゃん、学生の時って、ありました、そう、その感じがすごいギュ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 って詰まってて、逆にもイエイとかの人が見たらあんまりっていう可能性は、あ、でもね、イエイの人が見ても結局その中にラブコメとか青春もすごく入ってるから、全部入ってるから、それどれかは引っかかるんですね。どれか絶対引っかかる。なるほど。針のじゃ種類多いんです。なるほど。どの針もすごくいい針だから、はい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 、全部刺さるよ。ちょっとね、本当に見てほしい。ムーは見終わった後に一人で見に行って、終わった人たちとちょっと喋りたかった。あのあそこよくなかったです。ありますけどね、映画でね。確かに。そうそうそう。それ何なんちゅうあれでしたっけ？サマーフィルムに乗ってっていう。サマーフィルムに乗って。うん、ザ夏の、もうザ超夏よ。今もまさにやってるんですね。今超やってる。いつからですか？8月6日とかからかな。あ、じゃあまだまだほやほやですよ。ほやほや。あ、じゃあ全然見に行ける。本当に見に行ってほしい。すっごい面白い。で、なんかそのみんなで学生同士で映画を撮るんだけど、はい、なんかね、今ってあれが主導なんかな、携帯、ほんまに90分なんかなと思います。携帯とかでさ撮るんよ映画を。あ、スマホじゃないですか。そう、今ってあれ主流なの。なんかね、結構みんなね多いんですよ。なんかわかんないです、僕もその知らないですけど、うん、なんかね YouTube でもなんでもそうじゃないですか、編集とかもできるから。で、映画も多分そもそもね、 V ちょっとした短いショート V とかでも多分携帯でいけますよ。そうなんだ、はい、そうだからこんなんで撮れるんだってなって、携帯でですっごい映画撮りたくなる。あれ、 iPhone とかですか、あの機能って多分、ね、うん、だから、いや僕それだけなんですよ、わかんないです。僕もその 100% 使えてるわけじゃないんで、うんうんうん、Android なんで。あ、私も Android。 Android ですか。 Android じゃ撮れないのかしら。いや、それがわかんないですよ。なんかその全部 iPhone じゃないですか、ああいうのって。大概 iPhone だね。で、 iPhone でなんかみんなうまいことやってるじゃないですか。そっか、そうなんですよ。でもこれ Android じゃ無理かな。これをそう言ってみて iPhone に変えたいのもあるんですよね。そういう映画とかみんな撮れたりしてるじゃないですか、編集してみたいでしょ、うん、確か憧れはするんですけど、ね、あんまり聞かないか。いや、だからさ、モミたちでアンドロイドで撮ろうよ。何撮るんですか、時代劇とかの土台ないっすよ、僕ら。確かに、でも今まで培ってきたものがあるよ、我々には。それでアンドロイドですか。確かアンドロイドのことまず知らないといけないっすよ。確かアンドロイドのことも大して知らないもん、ね、いや、マジで知らないっすよ。いや、でも、はい、本当にめちゃくちゃ映画撮りたくなるから、だからちょっとつーこそれ一回見に行って、サマーフィルムに乗ってを、はい、それを見て、映画撮りたくなったってなったら言って、はい、なるでしょ多分。そしたらアンドロイドで撮ろう。それやったらですか。でもね、もう僕そろそろなんですか、この契約更新あるんで、いや、 もしかして見てハマれば逆にそのままできるで、アンドロイドを卒業して iPhone に行く可能性も。そうそう、わかんないですよ。でもアンドロイドは、アンドロイドで撮るから意味があるんだよ我々は。そういう意味じゃないでしょ別に。その iPhone で撮るから意味あるっていうシーンないでしょ。そんなんじゃないないですよね。うん、でもすごい、本当にそれはだから映画も時代劇も入ってんすか、うん、すごいよ、すごいな、うん、いや、マジで想像できる。それがいや絶対にいいアクセントになるわけですよね。すっごい聞いてくるから。そうっすよね。本当に見てほしい。だからその料理じゃ考えられないぐらいのなんか感じですよね、うん、このスパイス使うんとかのレベルでしょ、うん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 、合うんかねっていうことですね。すごいよ。だってもう本当に見終わった後にもう、うわってなっていろんな人にあそこがって喋りたかったのと、はい、なんかこの終わってしまった喪失感、はいはい、まあ、このちょっとあんま言えないけど、そうですね、うん、結構だってもう
未来から来た部分で僕怪しいと思いますけど言っていいのかぐらいあります、ね、全然いいんですよね。それは予告ではあった。あ、そうで、これもしね、あのこれでちょっと興味持って見に行こうってなってくださった方がいたら、はい、なんかやっぱポスターすごいのよ。はい、なんかもうそのポスターがまずすごい好きな感じだったから、もう絶対見に行こうって言ってみたんだけど、はい、あの予告は絶対見ないでほしいの。ああ、そうですね、逆にあのね、なんだろうな、これをムーがすごいうわーってなって、その後すぐに人に勧めたのね、はい、すっごい面白かったから見てほしいって言って、で予告初めて 見たことなかったんだけど、バッて予告見せた時になんか違ったの。あら、はいはい、なんかない、本編のすごい良さが全く入ってなくて。あ、なるほど、はい、わざとなのかな。いや、でも日本のあれは弱いって言いますよ。あ、そうなの。なんかイメージ、そうで、なんかもうよ、この予告をさバッて見せながらさ、あれってなって、はい、本当に汗がすごい出たよ、はい、あれ何時くれってなって、はい、予告終わった瞬間にあのこの100倍面白いからって言ってなので見ない方がいいですね、ポスターだけ。なんか予告はちょっとなんか面白そうに見えてないかもしれない、ポスターだけを、うん、はい、うん、ぜひポスター見て行ってもらって、はい、で映画撮りたいってなったらアンドロイドの人は言ってくれればそうですね、まずね、どんな機能があるかちょっと調べますそうだね、アンドロイドに。そうだから、ちょっとチョコもしよかったら見に行ってもらって、はい、でちょっとね、年内に映画を撮りましょうエグいですよ、年内あと4ヶ月ぐらいしかないですよ、はい、もうちょっと、はい、であのね、この大阪だとなんかやってるところがちょっと特殊だったの、はい、で、まあ、梅田とかでもやってるんだけど、はいはい、なんかこっちの南の方が、はい、あのね、新沢橋にさパルコできたじゃん、 あります、はい、あそこなの。そう、初めて行ったけど、ね、すごかった。もうあの社長の椅子みたいな、 ありますね、あの、はい、全部が社長の椅子 で、はいはい、で横に全部木の板がついてた。出た、コロナ用の全部ついてた、すごっ。そう、だからそれも楽しいから、ぜひぜひ行ってみてほしいなと思います。はい、ということで、興味あれば皆さんもぜひ見に行ってみてください。はい、ということで、また来週も素敵なお話ができたらなと思います。また来週、バイバーイ。